ハルスラム。Are you listening? はい、どうも、ハルです。今回紹介するのは、じゃん、ドラゴンボール Z とびきり Z ドリンク。入ってくるね。これじゃないんですよ、今回紹介するのは。サークル系サンクスで今キャンペーンやってる、ドラゴンボールヒーローズのカードを紹介します。このカードは、対象の商品を 3個買って、3ポイント貯めて、やっと1枚。で、まあ、それを今回 3枚あるんですけど、全部もらってきました。だからね、全部ね、ほんとすごいね、金ピカでかっこいいんですよ。はい、というわけで早速、開けていきます。孫悟空から。開けまーす。あ、いいな、これ。ね、孫悟空。孫悟空でこれ強いかもしれないね。仲間の記憶がピンチになっていると自分の記憶が全回復する。しかもこれチェンジダッシュでさらにヒーローなんで結構強いと思います。ヒーローリアやっぱチェンジダッシュは強いよね。強いね。次トランクス。じゃん、おー、これはすごいかっこいいですね。はい、トランクス見ない戦ってる感じのトランクスですね。そう、ちょっと悟空ブラックに押され気味のトランクスですね。一刀両断で、敵に超強力な気力ダメージを与えます。いいですね。チェンジザヒーチャーチッシュ。ほら、あなたの好きなバサーカーですね。バサーカー、ついに失ってしまいます。最後、悟空ブラック。これが一番欲しかったんだよね。悟空ブラック、止めてくフラッシュ、悟空ブラック。はい、このカードのアビリティは、奇襲の一手というアビリティで、サポーターにすると、ラウンド終了時に敵のサポーターの人数分、敵のヒロインの連射を奪うという。奪うんだよ、奪う。吸収すんだよ、ウィーン。だいぶ意地悪なカードですね。いい、怖い。対人専用って感じかな。そうだね。2ラウンド目に勝負をかけてる人はきついですね、これ出されたら。あ、天下一武道会とかです。使えそうだね。はい、ということで、じゃあ、この飛び切りセットドリンク飲んでみます。カフェイン、ビタミン C 入り、エナジー系だね。うわー、覚醒しないけどね。うまい。スーパーハルトになるそうですか。なんかね、モンスターエナジーの炭酸抜いた感じ。あ、そうかそうか、炭酸入ってないんだ。何味ですか。エナジードリンク味です。やっぱりエナジー味ですか。あのね、エナジードリンクってなんか言い表せないよね、味が。書いてありますね、リンゴ、オレンジ、バナナって。おお。一応ミックスフルーツ的なエナジードリンクって感じかな、うん、はい、はい、というわけで今回はこの3枚を紹介しました。テロンスラーまた見てね。